どうも、カブト哲也です。このチャンネルは僕の数あるマジンガーシリーズのコレクションとアシェット週刊マジンガー Z を作る、その2本柱でやってます。よかったらチャンネル登録してくださいね。励みになりますんで。さあ、今日紹介するのはこれ、アシェット週刊マジンガー Z を作る57号。さあ、今日はどこを作るのかね。前回の続きかな。まあまあ考えるよりも早速行ってみましょうか。では行ってみましょう。マジンゴー。さて、じゃあ57号の中身見ていこうか。ロケットパンチに、83話ではね、ボスボロットとね、アフロダイエースをマグマから、ロケットパンチで救い出してるね。だからすごいすごい推進力というかパワーがあるんだね。お、サタングロース P10、 ユーバリアン T9。 これこの回はね、アシュラ男爵とブロッケン伯爵の共同作戦で、このサタングロースっていうのは、まあ見ての通りサンタクロースがモチーフなんだけど、無知の先からミサイルを飛ばせることと、あとこのソリを引っ張ってる飛行機っていうのかな、この飛行機から、ロケットを飛ばせる。僕さ、このサタングロースっていうのさ、なんか結構印象に残っててさ、なんかサンタさんがさ悪いやつっていうのがさ、すごいショックでさ、なんかずっと印象に残ってるよ、このサタングロースは。で、この回はアシュラ男爵と、ブロッケンの伯爵の共同作戦って言ったでしょ。で、鉄十字団と鉄火面団で銃撃戦を繰り広げてんので、それをボスが見つけて、ボスが蹴散らして、それで鉄十字団と鉄火面団の各1名を捕虜として、研究所に連れて帰る。だけど鉄十字団と鉄火面が打ち合いしてたっていうのは実は作戦で、仲間割れしたと見せかけといて捕虜となって研究所に忍び込んで、それでジャパニウム鉱石のありかを探して信号を送るっていうのが鉄火面と鉄十字団の使命だったので、鉄火面が鉄十字団を溶かしちゃって捕虜が逃げたぞ、多分ジャパニウム鉱石に爆弾を仕掛けたんだ、それは小さいから俺じゃないと発見できないって言って、まんまとジャパニウム鉱石のとこまで鉄十字団のスパイはたどり着く。で、ジャパニウム鉱石のありかを信号で送るの。そうすると今度はユーバリアン T9 が登場して、ユーバリアンがこの、ドリルになって地底から研究所に潜入してジャパニウム鉱石を強奪することに成功する。で、ね、このユーバリアンはね、頭からビーム出せんだけど、なんかね弱いので、鉱石を、サタングロースに渡すことはできるんだけど、アフロダイのミサイルであっさりやられちゃう。で、サタングロースはアシュラ男爵の海底要塞ブードまでジャパニウム鉱石を運んでいくんだけど、追ってきたマジンガー Z にブレストファイアでやられちゃう。だけどサタングロースやられる前にジャパニウム鉱石だけはブードにちゃんと引き渡しすることができたから、だからね、ついにね、ジャパニウム鉱石超合金 Z が、ドクターヘルの手に渡ってしまうっていうところで、この回は終わり。そんなとこかな。さて、じゃあ作ろっか。膝右の組み立て4。はい、今日の部品はこれだけ。さてやるよ。金属プレートと、プラスチックのプレート、
あとは、これ鉄パイプ4本とあとネジ、そして、これ、ビニールパイプっていうの、うん、です。はい、じゃあやりましょう。まずこれを剥がします。ペロンと1枚取って、はい、ペロンと1枚取りました。したらば、これじゃん、56号で組み立てたやつね、これね、これにこれをつけます。じゃじゃんじゃじゃんじゃん、ここにポッチが3つあるでしょう。この位置と、この切り欠きの位置を注意してくださいね。こういう感じ、こういう感じで入れます。じゃじゃんじゃじゃん、ほらほら、切り欠きがここに来るように、切り欠きがここに来るように、ね、したらばネジ止め、ネジをつけて、あ、救急車だ。なんかさ、救急車増えたよね。ところが本当救急車の人は大変だと思うよ。ご苦労様ですだね。はい、できました。ネジついてよ、こうついたでしょう。ちょっと締めとこうかな。これね、今こういう状態なんだけど、これをネジをね、きつく締めちゃうと、ほら、なんかね、ちょっとこういう風にね、なんかきつく締めるとね、あのゴムがちょっとね、ねじれちゃうの、寄っちゃうの。だけどしょうがないよね、これは。はい、できました。きつく締めたらほら、こんなに寄っちゃうんだよ、ゴムが、あのねじれて。だけどさ、締めないとさ、きつく締めないと取れちゃ困るからさ、まあいいでしょう。そしたらば、これこの何透明チューブを、入れるんだけど、こういう向きにして、ここだからね、ここのネジ穴あるでしょ、こっち側ないでしょ。ネジ穴あるところの2本だけに入れるの、これを。わかるかな、ここと、これ2本だけに透明チューブを刺します。そしたらば、これを置いといて、今度こっち、金属プレートに、よいしょ、いつもみたいにバッシャーにネジ通して、これだね、ここ通して、よいしょ、グリ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 、ネジをグリ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 、よし、はい、できましたよ。ちゃぶ台みたいの、ちゃぶ台できた。はい、そしたらばさっき作ったこれとこれを合体させます。
これ今さっきさここの透明チューブつけたでしょ、2箇所、こことここ、この透明チューブのとこに、ここ切り欠きがあるでしょ、切り欠きが透明チューブのポールに来るように刺す、こんな感じね。この切り欠き、この透明チューブのところにこの切り欠きが来るようにガシャンと差し込んだら出来上がりです。チョキン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 ってなる。これなんだろうね、何なんだろうね。ガトリングガンみたいのができたよ。よいしょ、完成です。57号完成です。ガンタンク、いや見てみて、ほんとガンタンクみたいでしょ、すごいよねこれ。よいしょ、ジーン、ててーん、てててて、見てみて2つもできたよ、すごいよねこれ。ガトリングガンみたい、いや違うか、こうなるのか、こうなってこっちが膝の部分で、こっちがすねの部分で、ここがこうビローンって伸びるんだよね。このギミックが何なんだろうね。ここも動くでしょ、ほらこういうふうに動くでしょ、このギミックが何なのか気になるところだね。いやー楽しみだ。アシェット週刊マジンガーデッドを作る、このように迷子を組み立てるたびに動画にしていきますので楽しみにしててくださいね。それからその合間に僕の数あるマジンガーシリーズのコレクションも紹介できたらなと思います。ではまたお会いしましょう。マジンゴー。